これはですね、僕が、小学校の時なんですけど、何年でしたっけ ?5 年でしたね。さらば指定の絆っていうのがあって、当時、背景は柔道とかそういう空手のシャンダイみたいな人がいたんですよね。で、人空って国がありまして、宗節っていうのがいたんですね。で、弟子が赤雷だったんですね。で、お泣きの世界、人空の世界でお泣きも有名で、その師匠が、まずお泣きを、のね、まあ、師範だったんでね、みんな当時も弟子も100人以上いましたし、で、ある日弟子の赤雷に言ったらしいんです。お前が、わしを超えるには、大泣きにしかないと。で、当時、炎の使いって呼ばれてて、まあ、全然、寝てたりサボったりしてね、全然師匠の言うことも聞かなくて、で、家でもした赤雷でしたけど、大泣きをし始めて変わった、っていうところもありましたし、まあ、まだまだ、その師範に追いついてない部分があったわけですよ。で、赤雷もその師匠に弟子入りしたわけです。ね、100人の中の一人でしたから。で、宗節が赤雷に、言ったことは、お前は今日から1日目だなって言って、はい師匠って言ったわけです。そしたら、じゃあな、額縁の先代に向かって、5回その、そういう呪文みたいなのを唱えて、ね、そしたら俺のとこにすぐ来なさいって言うから、俺の部屋にすぐ来なさいって。で、5回唱えて、なんかお祈りして行ったら、先代の師匠が、メモ、紙みたいなのをこうね、バーって並べてね、1枚1枚カードになっててね、で畳の上で赤雷を正座させて、2人で相向かいになってね、後ろにろうそくが立ってて、いいか、今日から一睡もするな。って。で、もう一つ、俺と口を聞くな。で、もう一つ、何も食うな。で、もう一つ、家から一歩も出るな。で、もう一つのカードに、書いてあったのが、人と接するなって書いてあったんですね。師匠とも接するなってことですから、だから、宗節とも接するなっていうことなんでしょうね。で、この一軒家で宗節と接しないなんてありえませんって逆らったわけですね。言ったら、バカモンと、俺だけじゃないと。動物さえも関わるんだと。例えば、ケジノメがお前の体にくっついたとしても、お前の負けだって。そんなのわかんないじゃないですかと。飲みなんかくっついても、そんな何もね、くっついたなんてわかんないし、今もくっついてるかもしれないし、って言った。それが甘いんだと。何一つ寄せつけず、お泣きを制した者だけが俺の弟子だ。っていう、なんか、すごいことを言ってきたんですね。寝るな、食うな。ね、何も飲むな。でも飲むなとは言ってなかったんですね。創設のカードで飲むなってのなかった。赤雷もそれ、その時気づかなくて。で、まあ、ある日ね、オナキンを300日以上続けてそれを守ってたわけですよ。赤雷はもう何も食べて飲んでないわけで、もう体も細くなっちゃって干からびてで、炎も気力も出ないで、潜在能力も出せないわけですよ。で、当時お寺があって、そのお寺の境内のところにぶっ倒れてたわけですよね。320何日目で。そしたら、もう、なんか、呆れたんでしょうね。宗節が駆け寄ってきて、お前、何か食べたり飲んだりしたかって、全くそうなんしてません。もう声もね、もう出せないぐらい、ね、
もう水晶、憔悴しきってたんですね。で、小説が、俺は食べるなとは言ったが、飲むなとは言ってないぞって言ってから、それを早く言ってくださいって、もう力尽きたように最後の言葉を振り絞って言ったんです。そしたら、小説が、まあいいって言って、暖炉のとこに赤裸を連れて行ってね、こう、体を温めて、で、おかゆかなんかをこうあげたわけですね。食べるのもやっとでしたね。そんで、二日間寝て、で、寝て覚めて、意識がはっきりしたら俺のとこに待って来いって言って、で、寺からね、500メートルぐらい離れたね、その近くの家に、漱石は住んでたわけで、そこに、部屋に行ったわけですよ。そしたら、お前は、何を目標に、俺の弟子になったんだって。お前のやりたいことが見えないって言って。そしたら、赤雷が、師匠、俺、オナキン近い王家を倒したいんですって。師匠が、小説がね、お前の言いたいことはもうすでに分かっていたよ。お前はすごい今無茶なこと言ったんだぞって分かってるのが自分のこの頭の中で、ここで考えろって言って、頭をこう、拳でポンポンポン、コン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 やられて、でね、お前は、わしにさえ勝ってないんだぞ。わしの心さえも読めてないじゃないかって。でも俺、お泣きに300日以上やったんすよ、って。そんで今、ここに命があるってことは、漱石さん、って。俺、やったことになるんじゃないですかって言ったら、甘いって言われたんですね。次の瞬間。まず、お泣きを制するものは人の心を読まなくちゃいけない。俺がそんなにスパルタに見えたかって。俺は食べるなと言ったら飲むなと言ってないぞって、お前はその言葉をその感情を俺の感情を見逃したんだぞって、それがいかに重大なことがわかるかってから、そんなの無茶ですよって、そんな人の心ってそこまで読めたら僕特に偉い先生にでもなってますよって言った。小説がまたね、てん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 ってなって呆れたわけですよ。お前は本当に分かってないなって。あんに、おなきに近ようかを超えたいのかって言ったから、本当に超えたいんだなって言うから、まずお前は基礎がなってない、基礎から学べって言って、なんかすごい長いこう、書みたいなのをこう、目の前に広げたわけですよ、ブワーって。お前の今炎はどのぐらいのレベルだって、それ。お前の潜在能力、これを見させてもらったことが何回もあるけどって言って、お前の実力で遥かに上だって、オナチカはね、まずあいつは人の心がすぐ読めるだろうって、で、あいつは独立もしてる、一人で何でもできる。あと、お前のオナキンのレベルを遥かに超えてるって、300日以上じゃない、あいつはもっと実力があるって言って、そんで一回その漱石とね、オナキンに近い大川は昔戦ったことがあるんですよね。はい。で、その時に漱石は赤雷と同じ目にあったことがあるんですね。オナキン300日デスマッチみたいなのがあってですね、それで幻影不滅ってタイトルでやったんですけど、それで、師匠のその漱石が、左腕を、弾き飛ばされたんですね。もう、この、腕のこの、根元から。はい。そういう過去があったんですね。おなきんをしててですよ。関係ないじゃないですか、そんな格闘ゲームじゃないんだから。漱石がなんでその腕を捉えたかっていうと、
俺はルールをわからないままその大会に出場してしまったって言って。お前俺と同じ過ちを犯してほしくないんだって言って。で、オナキンチカウォーカーとその、創設が戦った時に、オナチカは全部ルールを理解したそうですね。言われなくても。うん。人が言う、これから言う言葉もわかってて、そんなの無茶だと思うじゃないですか。だって、ルールも説明されてないのにそれをやれっていうのはおかしいじゃないですか。で、オナチカの場合っていうのは、創設のその相手を見切るその上を言ってたそうで、その当時ね、で、グエンの炎って呼ばれてて、こう、その、創設も潜在能力ありますけど、それがあだになってね、創設は負けたんですね。で、オナキンのその日数は創設の方が全然上だったんです。なぜ最高1100日オナキンしたやつと、440日オナキンしたやつのが、なぜ創設が1100日以上してて、なんで負けたかっていうと、原因はそこにあったらしいんですね。人の言うことに、の裏をかけと。その人の言ったことに対してそのまま素直に聞き入れるのじゃなく、その、怪しめっていうかね、その、まず、相手をこう、見極めろっていうことを、赤裸々に向いたかったんでしょうね。自分の苦い経験をもとに。そう。だから、その、同じ気に近いから戦いたいんですって言った時に、ピクってきたんでしょうね。こう自分が悔しい思いした、同じ力の名前を出したことに対して。だから、まあ、それでね、この後、すごく感動的っていうかね、すごい、仰天なエピソードがあるんですけど、赤雷はですね、オナキンチカヨーカを倒したんですね、その後ね。師匠のこの、雪辱を晴らすってことで、ね、仇を討つってことで、96年のね、4月のですね、何々杯カップか忘れちゃいましたけど、はい。炎対炎対決でね、その時に師匠は卒業証書を赤雷を出したわけですね。6月に、96年の6月にちょうど雨が降る時ですね。小屋みたいなところでね、まだろうそくが灯ってたんですけど、夜ですね、赤雷を呼び出して、これで俺とお前はきっぱりもう指定の絆じゃないって、もう指定の関係じゃない。俺はお前をこれから上と見なすって言ったんですね。同じ顔を破ったためにさ。で、なんか汚らしいね、ボロボロの紙で作った卒業証書を渡したんですね。なんかよくやったぞって感じだったんでしょうね、師匠としては。でもこれで師匠との1年半のこの稽古っていうかね、特訓が終わったんでしょうね。本当に倒したんですよね。ルールはシンプルでしたから、普通のオナキン選手権と変わらず。だけど最後に、赤雷がね、賭けに出たんですね、最後ね。自分の潜在能力とあるものを組み合わせてね、こう、試したら、それがね、いい目を出したんですね。それで勝ったんですけど、数値でね。だけども、状況が状況だったんですけど、まあ、同じかは赤雷と戦うときに、こう、やはり来たかって言ったんですね。やはりお前の師匠のね、やっぱり弟子が来たかって言ったらしいんですよ。やっぱり仇を撃たれるってなんか、そういう雪辱を晴らされるってのは同じかも分かってたらしいんですね、いつかは。そう。奴は弟子を作って必ず俺に何か仕掛けてくるとかね、そういう。